じゃあちょっとね、刺激が少ないお話が多かったので最後刺激的なテーマいきましょうか。次のテーマこちらです。ドン。はい、もうお互いのイメージです。言いたいこと言ってください。やり合ってください。お前らふざけんなよと、なんだあの営業はと、まあそういった話をねちょっとしていきたいんですけど、ぶっちゃけ意識してますか？それはしてますよ。もちろんそれはしてます。意識してますか？はい、私ももちろんいろいろエリアは転戦してますけど、はい、やっぱり大阪でやってた時は一番123さんに苦しめられたというか、当時も私が担当した時はむちゃくちゃ強かったです。どこですか？緑橋。その強かったとかライバル関係っていうのは何でこう比較してるんですか？集客とか、まあ、稼働率とかいろいろあるじゃないですか。まああのそれはもちろん稼働率の時もありますし、その見方はいろいろありますけど、その当時高井田店という店が私たちオープンさせた後に、その緑橋店がすぐにこう構成をかけるべくリニューアルをかけてきましてですね、木古奈さんがグランドオープンした後に、まあ、ちょっとした後ですね、富田マネージャーが高井田のね立ち上げをやられた。高井田、高井田の、はい、それまではまあまあいいスタート切れてたんですよ、はい、高井田ちょっとなんとかなるんちゃうかと思ってたら、はい、矢先にまあリニューアルかけられまして、まあ、当然ちゃ当然です。ベラシャーンってやられまして、それでこう出玉合戦みたいになったんですか？合戦だったのかもそうですね、まあ、どっちも出して、まあ、もうユーザーウハウハじゃないですか、そういうエリアって。ある意味確かにそうだったと思います。で正直あのエリアっても123のもう何ですか、まあ、トライアングルになってますよね。ですよね、はい、まあ、鶴橋がありそので上には門間がありでプラス N 伏せがありということで、まあ、要は四面楚歌といいますか、もう囲まれてたアウェーではありましたよね。あえてそこにこう出展したんですもんね。あえてそういう高井田が堂々完成したわけよ。うわめちゃめちゃ面白い構図ですね。それもうそれはそれは厄介でしたか？むちゃくちゃ強かったです。多分ねあの時が 1,2,3 史上一番出してたんじゃないかと僕はちょっと思ってます僕の分析ですけど。なるほどね。でも当時その高井田店がオープンした時のエリア長、はい、僕よく知ってる方なんですけど、はい、あの吉野家とかで遭遇したって言ってましたよ横で、そうですそうです、横で富田エリアマネージャーがご飯食べてる横で一緒に牛丼食べた時もあったって言ってました。いやすごいですね、顔さしてますね。なのでお互いやっぱりそういう意識は高かったのかなっていうのは。いやでもざまー言いながら俺飯うまー思ってたんでしょうねその当時のエリア長も気ねぐれとんなでも悔しいで。でもそういう中村マネージャーこそやっぱりこれまで担当したお店のライバル店に123っていうのあったわけじゃないですか。ありましたありました、はい、私あの兵庫が長かったんですよ、はい、うちに川西ただ院店、あ川西ただ院店さん、はい、ありまして、で、ね、もう123さんも川西店がもうそもそも123さんの方が長くてうちが後追いなんですよ歴史は。今川西市っていったら気候なグループのイメージが最近今やですね、今やです、はあ、そんなまだまだそんなあれではないですけど、はい、今やです何ですかそれそれ自分が今エリアなんでその時はもう本当すごい近いので、はい、でも兵庫県ってまた大阪と事情が違うんで、はい、こうやり方も全然もう煽りまくりみたいな。いやもうそうですね、当時稼働率で 10% ぐらい負けてたんじゃないですかね、僕が着任した時に。負けてたんですね、はい、ずっと地域一番の。そんな強かったんですか？そうですそうです、もう元々はおそらくなんかスロットがすごい、あそうです ね勢いがあったお店、うん、目の上の炭鉱部なんですねずっと。なしかもね場所が高台なんですよ、ちょっと。ああ、でもう見上げることしかできない、ね、ゴルフ練習場も閉鎖されてるんですけどずっと見下されてる感じ、ね、ずっと、まあ、最終的には勝ったんですけどね。おしれっと完璧なストーリーでしたね、まあ、最終的には戦略的に勝った。最終的には勝ったんです。引き続き勝たせていただいてそうなんですか、はい、今も。ああ今も全然一二三川西の店長も病んでましたけど。でもそういう戦いってやっぱいっぱいあると思うんですよ。そうなんですね、そうなんです。局地でやってきた、はい、勝った負けたがもうずっとあるんですよ、うん、やっぱ勝った負けたって意識するんですね。めちゃくちゃします、はい、それって、まあ、今エリア長とか店長さん来ていただいてますけど、スタッフの方もそういう意識って持ってるんですか？ライバル店っていう朝礼とかで言ったりするんですか？一二三に勝つとか気候なを倒せみたいな。いやそうこうないですね。そこはないですか？やっぱりお客様 の方を向かせるんで、強で向いてるのは結構店長とかにもちょっと上の。いやでも本当にそうですね、まあ、僕はちょっと本当これ冗談抜きで富田マネージャーほど、はい、なんかそんな遠行みたいな本当になくて、あもう時点は時点っていう考え、はい、むしろ本当に何ていうの、ライバルはずっとライバルっていう感覚なんですけど、はい、なんかそんななんかカーツみたいな、そんなの本当に意外ですね。なんか中村マネージャーの方が結構こう感情的に戦う意外とクールです
クールですよね。だから戦略家ですか。全然なんかそんなんはないですけどね。はい、やっぱバチバチにやり合うっていうタイプじゃなかったんですね。気にしてますけど。そこまで。まあ、どちらかというと、まあ、うちの店さえ良ければいいっていう感じ。まあ、どっちかというと、あとすごいなって思って見てた部分もありましたね。あ、僕どうにかこの店潰せんかなって毎日考えてましたけどね。そう、どっちかというとこっちだと思う。まあ、まあ、間違いなく緑橋とか多分チンコロしてますね。チンコロしてやっぱりちょっとある程度のアルバイトスタッフの行き来とか多分ある。あ、あると思う。全然あると思うんですね。で、123さんから来られたアルバイトスタッフさんにやっぱ僕聞くわけですよ、中でどういうことをやるっていう話を。本来そのカウンターの研修とかなんか教育体制もすごいしっかりされてて、はい、で多分ミステリーショッパー的なやつとかの導入もおそらく早かったと思われますし。え、そういうの禁止してないんですか。近隣店で働いちゃダメですよとか。いや、してないですよね、うん、あまりその何ていうんですか、その職位が高い社員が行き来するのとかはわきまえてくれよって話になるんですけど、はい、アルバイトの行き来は全然あると思います、業界内の行き来っていうのは。あとうちってこう結構手数手数っていうワードが飛ぶんですよ、はい、だからこう本当に場所によって手を変え品を変えっていうなんかこう企業姿勢なんですけど、あ、いろいろこうやって基本形があられるような気がしてずっと見てて。そこはじゃあ逆に123グループからしたらあんまりこう相手にしてないという感じですか。うちはうちってスタッフですか。いやそれ聞きたいわ。それは店によりますね。それだってこれだけですよ、これだけ気候なグループの各店が123ライバルだ、なんとかあそこに勝つぞって意識しながら戦ってる中で、キコーナさん、あ、そうなんだみたいな感じだったらめっちゃ面白いじゃないですか。それ実はあんまりこっちは意識してなかったっていう構図だった。いや、でもそもそもそうです。僕は1年ぐらいですけど、まあ、数値分析するじゃないですか。でも別にそんな気にせんでんちゃうみたいな。なんかさっきのこう川西の話とかも、はい、確か店によったらまあ負けとるけど、まあ、負けてるのか分かんないですけど、はい、まあ、キコーナさんのイメージって別に戦略的じゃないしな。ちょっと盛り上げてくれましたよ。うちって感じですね、まあ、うちが社内的な数字達成してればそれでいいってことだね。だって64とかって言われてましたけど、まあ、全然分かってへんなみたいな。なるほどね。いや、マジか言われてますよ。だからなんならもううちの方が戦略的だし、全然余裕だな。別にやり方間違ってないからほっとけばっていう感じなんですね。そうそう、だって4月のゴールデンウィークとか も、はい、もう機械多分うちバチンいきますから、そんな、はい、キコナさんが言うように利益とかってないんで、はい、機械さしっかり入れとけば、はい、ちゃんとこう集客できておけば。なるほどなるほど。そうやっていくとこ うちは還元できるわけじゃないですか、はい、もう楽しそうなと思って話聞いてる。あ、なるほどなるほどですね。じゃあ全然焦ってないってことですね。全然焦ってない。なんかこう力関係を見たらこっちの方が店舗数が多いんで、圧倒的にこっちの方がこうどっしり構えてるのかなと思いきや逆でしたね。どういうことですか。だからあしらわれてるってことですよ。いや、でも私たちはね、そういうあの店舗数がどうだかとか、はい、そういう世界観じゃなく、はい、まあ、常にやられるかもしれないっていう緊張感を持ちながら細部にわたって勝負しに行ってるんで、まあ、負けてるところもこうやられてるように見せてあげてるだけ。そういうことですよね。いやいや、だからあのどういうふうに来るかとかっていうのをもうある程度予測してて、それを予測した上でうちが行くっていうだけの話なんで。いやだから4月 の、 そのゴールデンウィークも、はい、まあ、こういう機会買ってくれるな、そのまあ気コーナーの何々店はみたいな、はいはい、じゃあうちはこれを行こうと、楽勝みたいな。あ、そういう、そういう戦略。例えばどっか局地的にあるんですか、そういう。例えばだから兵庫とかもそうですよね。楽勝の判断ってどこでするんですか。まあ、僕ら機械とかこう戦略の方を数値で分析してるんで、あ、これやったらその例えば兵庫の店やったら、あのこの台をこんだけ行こうと、まあ、向こうはそんな買ってこんやろみたいな、はい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 、ところであのやっていくと、やっぱいい機会を入れれば入れるほど、さっきの話じゃないですけど、焼却が長くするので、お客さんも使わないと、はい、まあ、あのいや、キコーナさんあの利益取っておいてくれと、うちはいい機会入れてあのお客様にはさあのしっかりこう還元してやれるよみたいなスタンスでやってて、まあ、それをこうずっといるわけじゃないんであれなんですけど、こう1年ぐらい見てたら、ああ、まあまあやれんなみたいな。それは予測の範囲でやっていくわけですか、それともメーカーさんに対して機械買うときに、キコーナなんだいってとか聞くんですか。もちろんちゃんと、まあ、それはそうですよね、うん、そう。まあ、これはね、僕なんか別に聞かないですけどね、信太なんぼ買ってるからか。もう信太って呼び捨てになってきましたよ。いや、だから楽勝、それはもうこうやっとかんとね、戦略上ね、はい、頭があるので。なるほどですね。そんなにやらへんから分かんないのっていう。だからもう実際蓋を開けてみて、そのじゃあ稼働がなんぼなんぼで勝負してるわけじゃなくて、もうなるべくして結果そうなってると。
だからその事前にちゃんともう対策を打ってやってるから稼働状況を見てあたふたすることはないってことです。そう、だってもうだって買ってますもん、ゴールデン、お盆ぐらいの時には。お盆ぐらいの時に買ってますもんって、今この時期にですか。あ、そう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 、もうできてるんですか。イメージできてるんで。いや、舐めとったらいかんですよ、キコーナさん。何するか分かりませんか、まあ、ね、今のその兵庫の地域、ちょっと何するか分からないやつ言ってますね、はい、今ね、本当に何するか分からないんで気をつけとった方がいいですよ。気をつけとった、何するか分からない。大丈夫ですかってね、言うような。いや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 、ちゃんと、はい、あ、じゃあもう勝ちです。勝ちです。じゃあ勝ちです。もう、いや、もう兵庫ではそのやっぱ負ける気しないんで。あ、負ける気しない、はい、分かんないです。6月にガロ50台ぐらい買うかもしれないですよ。あ、なるほど。今まあその程度は全然予測しながらやるんで。すごい先が見えてるんですね。いや、だってあれですもん、 SNS も僕だってトミーさん、今あれか、はい、あのシーサーさんに罰ゲームをかけたらゴミさんですよね。ゴミさんには負けないように今取り組んでたりもするんで、まあ、その辺でも全然まあ楽勝かなみたいな。あ、そうなんですか。強気やな。でも畑さんって幅広いですよね。そうしたらね、 SNS もやられて機械の選定もされて、なんか結構分析していろいろ戦略的に本当にやられてるなって感じますね。なんか今の話聞いてるとインテリ対こう野生っていう感じがしたんですけど、後で勝てばいいって思ってるんで。これでも相当なライバル関係っていうことで、戦ってる次元が違うんです。例えば、はい、一日さんさんが木を見ているとするならば、いいですよ、信太で、信太でいいですよ、信太がね、はい、森を見てるんですじゃないですか、こっちは、はい、だから結局的にこっちのだから店舗数が増え、はい、まあその企業として見たときに、はい、企業どっちが勝ってるのかなっていう話ですよ。なるほどね、言われてますよ。いや、まあ次元がちゃいますよね。3次元見てるぐらいと思うんでしょう。だって4次元見てますよ。なるほどなるほど。なんでなんで、ちょっと聞こえ。やばいやばい、ちょっと戦いが始まりました。でもこれね、バチバチやってほしいな。本当にもうユーザーが見て分かるぐらいバチバチやった方が、多分その地域めちゃめちゃ面白くなると思うんですよ。ポスターで出してほしいですもん。 1,2,3 には負けませんとか、打倒キコーナとか、こうなるとお互いの問題じゃない、問題になってくるじゃないですか。ダサくやったら面白い。ダサくないですか。ダサいですかね。でも結局その対どこどこって出すんやったら、はい、多分対って出すと思うんです、うちは。え、ちょっと、おいおいおい、ちょっと、ちょっとちょっとちょっと、今動画してるな。関西の大型、まあ関西を代表する日本人に来てもらいましたけど、その発言はちょっといかがなものかと多分感じたと思いますよ。いや、それは同感ですよ。別に僕も一日さん信太なんか出してくれない。全然意識してましたよ。いやいやいや、そういう時期もあったけど、やっぱなんていうの、戦うならね、やっぱ、もう別にだけど何のことも。いや、すごいですね。いや、でもバチバチなんですね。いや、バチバチですよ。いや、それは僕らは闘争心むき出しにして、いや、そうですよね、もう出てますもんね、はい、いや、こうやって笑ってますけどね。いや、だって情報を探ってる感じですからね。か、あ、そうなんですね、冷静ですね。大体このエンタ君ってなんやねんいう話出た。もうちょっと、もうちょっと誹謗中傷入ってきました。何なんですかこのエンタ君って。まあ、あの緑の髪の毛、あの店舗のカラーのイメージですね。あ、でも分かりますよ、はい、いや、それ言ったらバトラー君って何なんですか。いや、一日さんさんって緑ってカラーなんですか。ちょっと前は緑ですね。あ、企業カラー、はい、白と緑と、それちょっとイメージないですけどね。あ、でもあのリクルートサイトとか見たら確かに緑多いですもんね、あのノルタエンタープライズのホームページは。でバトラー君は何なんですか。何ってどういうことですか。いや、だからバトラー君は何なんですかって。バトラー君は何の生き物なんですか。これ、これ羊です。羊です。バトラーって羊です。羊です。あ、羊なんですか、はい、なんで羊なんですか。なんで分かってないじゃないですか。なんで羊なんですか。いや、戦う羊ですよ。なんで羊なんですか。戦う羊です。戦う羊です。だから、なんで緑なのって同じ質問ですよ。なんで羊なんですか。お客様の羊でありたい。そうそう、そういうことですね。そういうことです。なるほど、お客様を常にホストとしてお迎えして、我々はお客様をこうおもてなしする。それに比べてエンタ君、エンタ君って言ったらこうディスコのイメージちょっとあるじゃないですか。ありますね。昔うちの会社ってディスコも経営してたんですよ、実は。でやっぱりお客様を楽しませたいっていうことでエンターテインメントっていう、エンターテインメントだよ。そんなどっかパクったような、はい、なんか あのRさんパクったようなまあでもそのままこれに出てますよね。エンタ君、まあエンターテインメントをこう提供するという立場、もう俺たちは戦ってるっていうバトラーですからね。
いやでもやっぱ僕らはあのバトラー君の目見てもらったら分かりますけど K という気候なを全面的にどこの店舗でもだってこれだってエンタ君の目見てもらったらプラス N のいやプラス N はここにプラスってつくんですよ。これスランプグラフじゃないですか。スランプグラフスランプグラフだからちょっとしかもこのスランプグラフ右下がりになってますけど大丈夫ですか。お前結局負けてるやっぱりこの日本人の動きっていうのはやっぱりこう関西圏内では非常にこう影響力のあるところだと思うんですよね。やっぱり多くのユーザーの方が常に SNS なんかも見てますし店舗に来られることも多くいらっしゃると思うので、まあ、個人的にはですよもちろん順法営業大事です、コンプライアンス守ってくださいとで業界の発展に寄与してくださいという気持ちはあるんですけれども個人的には関西でこの2店舗は派手にやんなくてどうするんですかっていう気持ちもありますんで、よその店が、あ、この2店舗、この日本人がここまでやってるんだったらうちも頑張ろうと思えるようなこう前向きなアグレッシブさっていうのはどんどん出していっていただきたいなと思います。で、その上でやっぱりこう高みの戦いをね次はまた見てみたいなと思いますんで、ちょっとね、もうちょっと今意識してるところが正直あるんじゃないのっていう話さっきしてましたけど、もうちょっと積極的にこういい意味でユーザーを刺激するような営業をしていただけたら嬉しいなと思います。のぶたグループさん、まあ、123グループさんと気候なグループさんがバチバチやってる間は実はこの業界がまだまだ盛り上がってる途中なのかなっていうのを感じますので、本当にね、まあ、喧嘩しろとまでは言わないですけどお互いが相手にしなくなった時っていうのは非常にこう寂しい感じになってくるのかなと思いますので、まあ、いい意味でこれからもずっとこういいライバル関係で戦い続けていってほしいなと思います。はい、まあ、関西のね、法人としてやっぱり中京法人とか関東法人とか例えば九州法人とかとが出てきた時はなんかちょっと負けたくないなっていう気持ちが一日三さんに負けられても嫌ですし、あー、その辺はやっぱりこうあるんですね、地元の意地みたいなのが。まあやっぱり僕らこっちが本拠地なんで地元を愛する気持ちは強いってことですよね。もう僕は負けろとしか思ってないです潰れろとしか思ってないです潰れろと、はい